稲作伝わる弥生時代です。さあ、本日もやっていきましょう。弥生時代に、打って変わりますという形になります。縄文時代と弥生時代の要するにポイントは何かっていう話になってくるんですね。それはね、一つだけなんですよ。稲作が、海外から伝わったというところになるんですね。稲作が海外から伝わったことによって弥生時代が始まりましたよという風な形になってくるわけですね。で、この稲作が伝わったことによって何が起こってくるのかっていうことが大事になってます。いいですか、皆さん。今まで縄文時代だった場合っていうのは、どういう風になってるかっていうと、獲物がいました、取りました、食べますだったんです。つまり、保存ができないんです。保存ができないんです。だから、今日食うことしか考えられないんです。今日食うことしか考えられないんです。ところが、稲作が伝わるとどうなるかっていうと、今日食う分以上のものが余るんです。いいですか？今日食う分以上が余るということになります。で、前回四大文明のところでやったところで覚えてる方いらっしゃるかもしれないんですけど、食べるものが十分にあると何が始まるかっていうと戦争が始まります。いいですか？食う分がたくさん余っていますっていう状態になると、人間ってはもっと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 って、地位張って海尽きるまで頑張り、戦争したいっていうふうな生き物なんですね。だから、この稲作が伝わったことによって、人々の生活水準っていうのは大きく向上するんですが、それと同時に戦争にも繋がっていくということになります。じゃあ実際この弥生時代のね、文化についていろいろと見ていきましょう。それでは本日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。